こんにちは、チルチル。商業 BL レビューサイト、チルチル記者のほぐしみと、綱吉です。はい、でですね、今回も限界さん企画の第2弾ということで、はい、前回の動画でですね、たくさん、兵器に刺さった作品をご紹介いただいたんですけれども、今回の動画ではですね、限界さんのこう BL 遍歴だったりとか、こうディープなところにちょっと迫っていきたいなと思いまして、ちょっとインタビューを企画させていただきました。はい、もう前編の動画でだいぶ限界さんがもう濃ゆい BL オタクなのは皆さんに伝わってると思うんですけども、これを見てぜひちょっと限界さんのさらなるですね、深みを私たちも知れたらなと思いますので、それではじゃあ早速やっていきたいと思います。おうおうはい、それではですね、早速、やっていきたいと思うんですけれども、まずですね、限界さん、ちょっと自己紹介というかご趣味だったりちょっとお願いしてもいいですか？はい、お願いします。限界オタク婦女子と申します。普段は単なるオタクをしておりますが、オタ活を TikTok などで上げさせていただいております。今日はまた後編ということで緊張しているんですけれども、よろしくお願いします。はい、お願いします。もうただのオタクなんですかね、本当にもう素敵な方でですね、でじゃあちょっともういろいろ聞いていきたいんですけど、限界さんがですね、なんかこうオタクになったのっていつ頃のことなんですか？なんかそれはもう全然 BL 非 BL に関わらず、なんか目覚めというか。はい、ですね、私がオタクだと自認をしていたのは小学2年生とか、風と木の歌に出会うちょっと前ぐらいあ、前日さんみたいなところがあるんですね。あったんですけど、はいはい、公民館さっき前半話していた、はいはいはい、公民館、はいはいはい、そこでちょっとちらっと話してた、はい、ブラックジャックとか、はいはいはい、石森章太郎先生とかの漫画を読んで、はいはいはい、なんかちょっと性的なシーンとか、はいはいはい、キュンとするシーンとかあるじゃないですか、うんうん、それを読んで自分の家で、はい、そのブラックジャックと自分の、はい、なんか恋愛、はい、なんて言うんですかね、妄想みたいなあ、ブラックジャックの夢女子だったっていう、夢女子だったかもしれないです。あ、それが目覚め、ね、そうですね、それが目覚めっていうのが辞任なんですけど、はい、その後に、はい、私の親から聞いて、はいはい、聞いた話があって、はいはい、赤ちゃんとか 3歳とかそのくらいの時にアンパンマンもうかの有名な、かの有名なの、はい、ボンパンの、はい、ヒーローの、はいはい、ヒーローの物語があると思うんですけどそれで、はい、アンパンマンがやられる姿にすごい興奮してるの言われたことがあって、でバイキンマンのことがすごく好きで、はい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 、アンパンマンをたまに倒すシーンとかあるじゃないですか。そこが、はい、あんたすごい興奮してたよ、このもう赤ちゃんながらにっていう風に親に言われた時があって、はいはい、多分もしかしたらそこから始まってたかもしれないです。あじゃあもう本当にもう生まれた時からそうですね。あ、そうだったんですね。いや、なんか勝手な偏見ですけど、オタクみんなバイキンマン好きじゃないですか。わかる。だから今すごいお話されて納得しちゃいました。なんなら私もバイキンマン派でした。バイキンマン、いや、なんか来ますよね、バイキンマン。来ますね。ホラーマンとかも好きですよ。出た。やっぱもしかしたらあれですね、今これ見られてる中でこうお子さんがいらっしゃる方で、もしバイキンマンが好きって言い出したら、ちょっともうそれはおやおやっていう構えといた方がいいかもしれないです。バイキンマンが目覚めと。そうですね、辞任はブラックジャックで。辞任はブラックジャックですねすごいですね、なんか健全な場所で出会ってるのに、どんどんオタクへの道に。不思議ですよね、はい、いいですね、本当に。そうなんですね。あ、でもそんな感じで、じゃあ小学校こうライフを歩まれていた中 で、ね、じゃあこう商業ビールとの出会いっていうのはいつ頃だったんですかね。はい、商業ビールとはまたちょっと違うかもしれないんですけど、はいはい、その昔のオタクあるあるで、はい、ブックオフで、はいはい
某二次創作のアンソロ作品を発見してしまうところから、はいはい、私の、はい、BL は始まりまして、はい、そこからその商業 BL というか、はいはい、その BL が漫画で売られてるということを知って、はい、そこから入ったような形に、はい、なります。あるあるですね。あるあるですよね。なんか一世を風靡してましたよね。結構ジャンプ、ね、ジャンプ作品のアンソロジーとかすごいありましたよね。某アニメショップにもいつも並んでいた、うん、誰かがクラスで持ってきますよね、あれ学校に。そうです、持ってくる人でした。あ、持ってくる人持ってくる人でした。今日これだよって言ってもうみんなに持ってくるタイプの今日のメニューだよ。なるほど。そこから読まれるようになって、ね、なんか一番こう読まれてた時期だったりとか、特にこうなんか少女 BL の波が来たのいつ頃だったりとか。そうですね、それはやっぱりあの大学生の時ですね。前半でも少し話したんですけど、はい、本当にあのその前まではずっと二次創作とかを、はい、まあ、ピクシブさんとかで見ることが多かったんですけど、はいはいはい、その大学生の時に少女 BL を本格的に読み始めて、はい、もうどっぷりハマってしまったっていう感じです。あ、そうだったんですね。結構じゃあもうたくさんお読みになられて。そうですね、もうなんか もうなんていう、1週間にもありえない量のそうで本棚がもう破裂すんなみたいな。そうですよね、時間がやっぱ大学時代ってありますからね。いろいろ自分の癖の開拓もできますよね。もうされてしまいましたね。本当にもうしっかり育って今の限界さんがあると。はい、本当に今の私は BL で見たと言っても過言ではないかなと思います。中でもそのなんか限界さんがこう好きな攻め受け属性だったりとか、なんかカップリングの特徴とかってありますか？そうなんですよ、はい、私もともとそんなにもう固定カップとかがない人間かなというふうに思ってたんですけど、はい、好きな作品を改めて見返すと、はい、ちょっと頭弱い金髪やんちゃ受け、はいはい、がまず一つ好きなのと、はいはい、あと何を考えてるのかわからないけれども攻めのことまでも抱擁している黒髪ロング受け、はい、すごい固定カップになっちゃうんですけど、はいはい、がすごく好きだなっていう風に思います。その前半の秋山くんとか、はい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 、あと横犬の菊池とかもそうなんですけど、はいはいはい、ちょっとかわいそうな描写とかがあると、はい、もうちょっとあのなんていうんですかね、キュートアグレッションじゃないんですけどなんかちょっとあのもうちょっとその悲しい顔見せてみたいな感じになってしまう自分がいますね。じゃあやっぱ結構攻め受けで言うと受けの方がこう好きになるだったりとか壁に刺さること多い。そうですね、なるほど。やっぱりちょっと受けに感情移入しちゃうかもしれないです。かわいそうな受けっていいですよね。なんかこう行くとこまで行ってこうかわいそうになった時にちょっとこうなんか光がポッと光を出してくれる。本当にいいですね。この攻めと受けでやっぱりこの光と闇っていう2人の描写がすごく好きで、はいはい、特にその受けが闇っていうのが私はすごく好きですね、はい、でその闇のところからこう攻めが光り出してくれるような、引っ張り上げてくれるっていう。あ、でもそのなんか攻めの救いもなんか攻めがこうその子を本当に恋愛的に好きでやったかどうかがちょっと定かじゃないのも私好きですよ。わかりますあれつがってくれなんか攻めからするとみんなをこうあまねく照らしてるような攻めのなんか光にこう、そうなんです。闇からしたら、はい、自分なりの光とか友達とか、はい、の心許せる人は、はいはいはい、攻めの一人しかいないのに、うん、攻めからするともうその闇は他のみんなと平等に扱うべき人っていうこのすれ認識のすれ違い、はいはいはい、矢印がもう受けからも莫大にかかってくる感じ、はいはい、好きですね。そう、でも表面上はそう見えてないとこがいいですよね。またその闇属性の子って全然矢印出さないじゃないですか。表向きにはそうなんです。それが、ね、節々でやっぱり階層とか、はい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 、そういうところでそれが見え隠れするのが、はい、もうありがとうございますってなりますねすごい熱い語りで。そうですね、もうね、先ほどのあの前編で紹介されてた作品からもこう相まってすごくなんか限界さんへの理解がどんどん本当ですね。いや魅力ですよね。やっぱりもう救済やっぱあってこその闇もいやそうですよね。限界さん結構かなり読んでらっしゃるというかめちゃくちゃ詳しいですよね。やっぱりなんかこんな何も
ね、なんか普段のビールの情報収集とかっていうのはどこでされたりしてるんですか？でもやっぱりチルチルさんとかでやらさせていただいてます。なんかあれ、ね、言わせたみたいな思いになってしまって、どう結構そのやっぱり属性とかで絞りをかけていくんですかね、読みたいのとか。そうですね、属性とあとそのレビュー数とか、はいはいはい、盛り上がってるあのなんか分かるじゃないですか。そうですね、それであのあ興味あるかもっていうのは、はい、あのちょっと調べて、はい、基本即買っちゃうんですけど何で買われますか？電子だったり紙だったり。それが最近の悩みで、はい、あの昔はもう断然紙派だったんですよ、はい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 、もう絶対紙でしか読めない味わいがあるから、はい、もう紙でしか買わないとか、うん、あと BL って特に表紙がむちゃむちゃ綺麗なのが多くて、想定がすごく美しいのが多いので、うん、昔はもう断然紙派だったんですけど、はい、もう最近はちょっと管理がしきれなくて、はい、いや本当に本棚破裂しますよね。そうなんです、もう今コンテナレンタルコンテナ借りてて、なんかもうグッズとか漫画とか、はいはいはい、あの一定数そこに保管してるぐらいちょっと圧迫しちゃってて、うんうん、なので最近は電子にありつつあるって感じですね。なるほど、電子だと結構ねこう修正のあれもあったりなんかするんですよね。そうなんです、そうなんです、修正が結構多かったりしたりするのと、はいはいはい、あとそのまあでも電子限定版とかの、ね、特典とかもあったりするので、まあ、電子もいいなって最近は思います。確かに、ね、悩みどころ。悩み、私もすごい悩んでるんで、ちょっと今お話聞けてよかった、ちょっと参考にさせていただきます。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、玄海さんにとって商業ビールとはちょっとどういった存在かをですね、ちょっと一言で表していただきたくて。あ、できました。できました。じゃあぜひちょっとじゃあお願いします。はい。はい、商業ビールとはズバリ里です。里なんですね。里です。で、私は旅人です。はい、帰るべき場所。帰るべき場所でもありますし、はい、新しく足を伸ばして、はい、あの新しい自分を探しに行ける場所でもありますし、はいはい、もうあのなんていうんですかね、もう故郷みたいなものでもありますし、もうまああれですね、もう自分はもう永遠に多分この里を探しながら、はい。歩いあの草子を取っていくんだと思いますね。いろいろな里を変えたり、はい、開拓しながら、はい、あ人生を歩いていくんだろうなと思って里にしました。すごいちょっと真理だなって思います本当ですね。いやでもなんかあれでした、予想よりももっとすごい大きい概念の大きい概念の話が来て、すごいいやでも納得しました、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですね、玄海さんにその TikTok の発信活動についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、あの TikTok のこうショート動画の形式で今オタ活をたくさんアップされてると思うんですけれども、なんかこうアップされることになったきっかけだったりとかあれば教えていただきたいなと思います。はい、あの私もともと日記を書くのが趣味というか、はい、日課になっていて、あのインスタグラムの本当に数人しかいないアカウントで、はいはいはい、あの絶対に1日1投稿あった内容を投稿するっていうのを6年ぐらい、はいはい続けてるんですよ。はいはい、あ現在も、あそうです今も続けていて、はい、あのなんかその日その日やったこととか後で見返すのがすごく好きで、はい、あの書くことが多いんですけど、はい、もともと趣味であの歌活たくさんやっていて、はい、それを何かちょっと残したいなって思った時に、はいはいはい、あのインスタとかだと、まあ、もともとやってるから、はい、ちょっと違うのでやってみようかなと思って、はいはい、あの TikTok の動画っていう形で、はいはいはい、おたかつをなんとなく投稿しましたところが始まりなので、はい、なんか何か やろうとかそういうふうに思ったわけではなくて、はい、本当に最初は自分の記録用みたいな感じで始めた形になります。はいはいはい、それがもう今やたくさんの人に見られるすごく参考になるという部分、はいはい、もありますしね、うんうん、びっくりしてますなのでなんかこう動画作っていく上でなんかこう気をつけてることだったりとか、なんか難しいなと思ったりするとことかってあったりしますか？
そうですね、最初はやっぱり記録として投稿はしてたんですけど、うんうん、最近はやっぱり見ていただける方もありがたいことにすごく増えてきたので、うんうん、分かりやすいような、はい、内容にするっていうのは心がけようかなと思っているのと、うんうん、あくまでも私はもう単なるオタクなので、なんていうんですかね、そのオタクからはみ出ないように頑張ろうとは思ってますね。なるほど、はい、大事ですよね、そのオタクからはみ出ないってすごい今あなるほどなって思ったんですけどです、ね、その最初はね、その趣味というか、はい、自身のやり、なんか自分のためにみたいなところから気づけばみんなが活用するようになってたって、なんかあんまりない経験ですしね、うん、そうですね、すごく難しそうな、傍から見てたらもうただすごいなって、いやいや、さすが思っちゃいますよね。本当にもう私の好きなものを垂れ流してるだけなのに、なんかすごく恥ずかしいなと思いながらいつも投稿させていただいてます。なんか見てるこっちまでこう幸せになる、うん、一緒にオタ活をしたみたいな気分にさせてもらえるのがすごいなと勝手に思って次の質問なんですけど、撮影から編集まではなんか一つの動画を作るのにどのぐらいの時間がかかるんでしょうかね。あ、そうですね、撮影自体は基本的にオタ活するのが土日が多いので、はいはい、そこで撮って、うん、編集ももう携帯で、スマホか時代世代が出ましたねスマホでやるので、はい、2、3時間とか一つの動画につきそのくらいですね、はいはいはい、本当電車の中とかちょっと時間いたらさささっとやる感じです。あ、そうなんですね。じゃ結構そのスマホで編集も全部されててって感じ。そうですね、はい、そうなんですね。玄海さん結構その1個の動画の中でこういろんな1日だったりとかたくさんのオタ活をこう上げてらっしゃるなと思うんですけれども、うんうん、なんかこうオタ活していく上でのこう情報収集だったりとか、なんかスケジュール管理のコツだったりとか、はい、こうたくさんオタ活をしていく上での何かコツなどはありますでしょうか。ね、めっちゃ気になりますよね。多分視聴者の皆さんも気になってるところだと思うんですけど。もう完全にローラー作戦でやってますというのも、はい、ローラー作戦というのはですね、うん、まず自分の好きな作品のツイッターだったり、はい、SNS をもう片っ端からフォローしていって、はいはい、でもそこでもう。もうずっと情報収集、いつに何のコラボカフェがあるとか、はいはい、あとイベントがあるとかをもう全部、うん、ピックアップしまして、うんうん、で自分の、スケジュール帳とは別にオタク用のスケジュールアプリみたいなのを入れててでここからこの会期が始まるとか、はいはいはい、このサイン会はこことか、はい、そういうの全部記入してる内緒のスケジュールアプリがあります。はいはいはい、なんかその分けて考えると逆に分かんなくなっちゃうってなりそうですけど、そんなことはないんですか。そうなんです。意外とできます。すごい。そう、なんかあと一日の中でこう、はい、時間をこう最大限使うためになんかこう組んでる予定を組む上でなんかこうやっぱりこの場所に行ったらなんか何件できるなみたいなのを組んだりはするんですか。バリバリ組んでますね。あ、そうですよね。やっぱり計画してから動くみたいな。そうですね、もうおたかとする日は基本、はい、朝から活動するのでの朝は早い朝は早い、はい、アニメートが池袋だと10時半とかに確か開くんですよ。そうですね、そこから戦争が始まりますね、うんうんでもいろんなところを1日で歩いて回って、そうですね、もう毎週、はい、週末のもう徒歩数がえげつないことになってます、はい、あ、そうなんですか。でも何万歩みたいな。そうです。すごい。日中はもう全然ないのに、はい、数歩みたいな日とかもあるので、はい、土曜になった瞬間1万5000歩とかなんかそれ健康にいいってことですよね。そうですね、確かに健康法健康法。じゃあその、うん、オタ活スケジュールは平日とかに組まれてもう土曜日朝から動けるように。そうです。わー、すごい。計画的ですね。結構行き当たりばったりで私はやっちゃうのですごく改めようって。
いや本当にあれですよね、平日お忙しくても高津をたくさんやっていくコツがすごい詰まってたかなと思うので、私もちょっと参考になるかなしていただきたいなと思います。玄海さんがこう今後なんかこう挑戦してみたい、なんかこう動画だったり企画だったり、なんかやってみたいことみたいなって何かありますか？そうですね、私基本的にオタ活でもやっぱり購入したりとか体験したりみたいなのが多いんですけど、うんうん、開封動画とか最近よく動画で流れてきたりするので、はいはいはい、ちょっと開封動画のああいう手元みたいなのちょっと憧れるなとか、はい、思ったりはしますね、はい、以前でも動画で TikTok の方でちょっと拝見させていただいたんですけれども、一回チャレンジしたんですけど、はいはい、手のやり方がいまいちわからなくて、はいはいはい、なんか難しいなと思って終わったので、そうですよね、再チャレンジしてみたいと思います。もうちょっとじゃあ今後やられる予定がある、あるんですかね、まだ、はい、とりあえず今めちゃめちゃ買ってあるランダム商品がもう部屋の隅にもう積み重なってるので、はい、それをちょっと開封したいな、いつかなっていう風に思ってます。ちょっとじゃあ楽しみに TikTok の方を待ってます、はい、最後にチルチルユーザーにぜひメッセージをお願いします。はい、限界オタク婦女子です。今日はすごく面白い楽しい企画をありがとうございました。いきなり誰だよって思ったかもしれないんですが、もしよければ TikTok などをやっておりますので見ていただけると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。いやありがとうございました。限界さんの BL 遍歴とかお聞きしてかなりびっくりしたというか、うん、やっぱりそれぞれあるじゃないですか、それぞれ BL ファンに思い出があるからまた新しい話を一から聞けたのが面白かったですね、個人的には。本当になんか今までのその動画でちょっとこういろいろ拝見させていただいたんですけども、ちょっと聞けなかった、公民館ですごいキーワードですね。私公民館がこんなになんかオタクの始まりの地になるんだなっていうのをすごい、いや公民館いいですね、笑いちゃいました。公民館で多分いろいろな種が生まれ巻かれてると思います。すごいですね。いやもう見逃してはいけない聖地ですね、はい、もしかしたらこれから公民館行ってみようかなって、童心に帰って私も行ってみようかなと思います。しかもこう北島さんと玄海さんがすごくなんか進歩し感じているのがあったんじゃないですか。そんなもん恐れ多いですけど、勝手に宝見ながら繋がり合いましたよね途中。いやそうですね、一個ちょっとありましたね。この頃からもうたくさんもういやこの動画でね、はい、お二人がバーって盛り上がってるのをニヤニヤしながら見ました。いやもう楽しい空間を本当に今日はありがとうございました。これからも体に気をつけて部活をぜひ素敵な BL ライフを送ってくださいですね。はい、玄海さんの TikTok のアカウントはこちらになりますので、ぜひぜひご覧になってください。それではじゃあ最後にいきます、せーの、バイチルー。